トレリンのコーナーです。今日はハロウィンにぴったりのプチギフトを紹介します。写真映えするスイーツやお菓子がたくさんありました。それでは児玉さん一緒に行きますよ、はい、せーの、トリックアトリート。ハロウィンということでおすすめスイーツご紹介します。まずは宮崎市山形屋にあります地下1階、フルーツといえばここ陽光製菓です。この方にお話いただきます。どうぞ。豊倉さんです。よろしくお願いします。さすがハロウィン仕上がってますね。ハロウィン限定の商品がこちらです。フルーツサンドとモンブランですね。まずはフルーツサンドです。紫芋あんのクリームにシャインマスカットなど旬のフルーツを使用したハロウィン限定のフルーツサンドです。うん、おいしい。紫芋あんの優しい甘さと、なんといってもいただいたシャインマスカットのこのみずみずしさ。続いてご紹介するのはタルトです。タルトもハロウィン全開ですね。はい、こちらも紫芋あんのモンブランにお化けのデコレーションをしたモンブランです。おいしい。クリームが甘すぎないです。真ん中にシャインマスカット丸々一粒入ってるんですね。今日から31日までトリックオアトリートでちょっと嬉しいものをプレゼントいたします。ぜひお声掛けください。個性的なハロウィンを楽しみたいあなたにおすすめ。続いてはアイシングクッキーです。ご紹介いただくのはスイーツコーディネーターのはるかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はるかさんは3年前にアイシングクッキーを始めて資格も取得していらっしゃいます。はるかさん、アイシングクッキーってどんなものですか？粉糖と乾燥卵白をレモン汁とお水で混ぜて、着色したものをフラットなクッキーに塗って固めたものがアイシングクッキーになります。この時期ご覧いただいてますが、ハロウィンのクッキーが目を引きますね。はい、リクエストも多いですか？そうですね、リクエストもありますし、先日はハロウィン のクッキーを作るレッスンも、はい、たくさんの親子に来ていただいて楽しんでいただきました。わー、楽しそうなのがクッキー見てて伝わります。アイシングクッキー初体験ですので、ちょっとできるか不安なんですが、はるかさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、緊張する。ギュッて押してもらって、はい、いいですよ。いいですか？これ、はい、合ってます？合ってます、合ってます。すごい上手です。本当ですか？うん、褒め上手なわけじゃなくて、はるかさんが自分でこうデザインして、どんな顔にしようかなとか、どんな色にしようかなとかができるのが結構楽しいですね。完成しました。食いしん坊お化けです。結構簡単に楽しみながらできたので、はるかさんのおかげでした。ありがとうございました。とんでもないです。とっても上手でした。本当ですか？ありがとうございます。ハロウィンのはるかさんデザインのクッキーの販売もしていますし、プラス教室も開かれてらっしゃるんですよね。はい、12月はクリスマスのイベントも準備していますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください。皆さんもぜひハロウィン思いっきり楽しんでください。